Hi everyone, this is Toki. 今回はロシアで目撃された UFO のお話です。1989年にロシアのタス通信、ロシア国営通信と言われておりますが、その報道機関が全世界に向けてニュースを出したんですね。ボロネジという都市がありまして、そこに UFO が現れたと。そのボロネジという都市はモスクワから南へ500キロ行けばあるという都市です。そしてなんと1週間にわたって40人以上の子どもたちが UFO を目撃し、そのうちの何人かは宇宙人が近くまで来たと証言しているんです。時は1989年9月27日。ロシアは、元はソビエト連邦ソ連ですけれども、1991年12月にソ連は解体しました。時のゴルバチョフが辞任し、そしてそのソ連最高会議というものが開かれて、ソ連の正式な解体を決めたのです。それ以降ソ連という名前がなくなり、ロシアという国が誕生したということなんですが、つまりこの UFO の事件は1989年なので、まだソビエト連邦だった時代のお話です。そのボロネジという都市の団地がありまして、そこに住んでいる子供たちが団地の近くにある公園でボール遊びをしていました。すると突然空にピンクの物体が現れたと。見たことのないものが空に浮いてるんですね。それはしばらく空に浮いていたんですが、いつの間にか消えていました。ところがしばらくして再びその奇妙な物体は空に浮かんだのです。しかもそのまんまゆっくりと着陸して、なんと中から宇宙人が出てきたというんですね。身長が2メートルほどの宇宙人が小さな人形のようなロボットらしきものを伴って現れたと。でみんな驚いて見てるんですね。子供たち複数で見てるんですが、ところがその宇宙人はそのまんままた UFO に戻っていって、そして UFO は空中に戻り消えていったそうです。ただ姿を見た子供たちは非常に驚いて、口々に子供たちの間で噂になり、親にもそういった話が行ったので、この度のこの報道になったということなんですね。その時目撃した子供たちの何人かは、その宇宙人は目が3つあったというんですね。3つの目がある宇宙人だったということなんです。1週間にわたってあちらこちらで UFO の目撃が、相次いだことを受けて、ロシア、元はソ連ですね、地球物理学研究所っていうところがあって、そこから調査が入りました。子どもたちによってもう示されたその UFO が着陸した跡というのが6つの穴が開いていて、それが 4,5 センチ沈んでるんですね、その穴は。でそこを調べると、なんと、自然に放射線が、あるそうなんですが、その2倍以上の放射能がその穴から検出されたということなんです。この UFO のお話には必ず放射能がつきまとうんですよね。 UFO の大方は、放射能を帯びてるんではないかと思っています。 UFO を目撃した少年たちの中には、UFO の側面に何やら記号があったことを覚えているんです。それは日本語の漢字、王様の王に似ているということなんですね。少年たちは日本語の漢字はわからないので、ロシア語の、同じような形の文字があってですね、それが日本人が見たら王様の王に似ているということなんですが、実はこのマークをつけた UFO っていうのは、1967年スペインのマドリッドでも撮影されているそうです。そして、30年ぐらいの時を経て、同じマークをつけた UFO がロシアとスペインで目撃されている。これも不思議ですね。やはり同じ UFO なのでしょうか。UFO は何やら核を止めることができるという説があって、さらにその UFO かどうかを見極めるためにも、放射能を検知できたら、UFO の可能性が高いということも、噂レベルであるんですね。もう不思議ですね。今回はロシアで目撃された UFO についてお伝えしました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。